って、ちょっとコマーシャルで盛り上がっておりましたけども。で、アスカ亮が来ていただきました。どうも、ね、どうもどうも。まあ、京都のあの、乱入、まあ、別といたしまして、久しぶりに、そうですね。久しぶりだよね、ここにまた来るのも。だいたい、ここで、藤田智子さんにお会いするのが、2回目じゃないか。少ないですね。というわけでですね、まあ、皆さんもうご存知だと思いますけども、実はですね、今日、明けて、もう今日だ。そうですね。4日ですね、実は、この、ゴールドディスク大賞というものを私たちノミネートされたんですよ。うん、どうも、ありがとうございます。ね、やんややんや、まあ。どれだけ取るか分かりませんけどもですね、うん、まあ、どれだけもらえるか分かんないんですけども、とにかく、まあ、過去、去年はですね、ユーミンが2部門独占したという、まあ、そういうとにかくレコード協会、レコード会社の協会がもう作ったイベントでありましてですね、だからもう全くのこのガラス張りなんですよ。あのね、例えば東芝 UMI がキャニオンの売れた枚数を調べて、うん、キャニオンが今度 CBS ソニーを調べて、例えばそういうレコード会社は別に順々に調べていくのがあって、うん、で、レコこのなんとか賞っていうタイトルをつけることがでしかできないんで、いわゆる賞っていうのがついてて、僕ら今までほら賞には一切もう出ませんっていうことを口にしてきたんですけど、このゴールドディスク大賞とはちょっとこう違うんですよね。今までのなんか賞であったりするとやっぱりテレビ局が絡んだり、いろんなほら人間関係だとか仕事関係の中でやっぱりどうしてもね動いたりすることがあったりとか、やっぱりこれは否定はできませんけど、なんかある放送局がちゃんと自分たちのとこプライドを持ってやってやるんだけれども、やっぱり審査員という立場の方が決める賞が多くて、でそれは僕らそうしたために作ったんじゃないから、そういうことに対してこの事態をずっとしてきたわけですけど、今回のこのゴールドディスク大賞っていうのはね、皆さんが買ってくれた枚数なんですよ。だから偽りない枚数、何千何百何十何枚という最後の枚数まで出てくるのね。だからもうこれはもう賞という言葉しかないからこの賞なんだけど、これは一つの事実としてね、そのみんながレコードを買ってくれた事実としてそれがこの形出てくるんで、それに関して僕らはどうも買ってくれてどうもありがとうっていう形で表に出ていこうと思うんですね。それが明日ありまして、NHK ホールの方で、でまあどんだけ世界言ったみたいに、どんだけ、まあ、ノミネートたくさんされてるんですけど、まあ、どこまで賞取れるか分かんないですけど、ただやっぱりね、一個はラジオ聞いてたりしてて、ジャギアスって賞とかいうのは全く見えんじゃなかったっけというさ、うん、そういう、うん、やっぱりいると思う、考えてるんですよね、うん、なんでディスク大賞の賞がついてる、まあ、賞じゃないって言ってるけど、うん、それやっぱりいると思うよ、うん、そういうのって一切出ないのがジャギアスのスタイルじゃなかったのみたいな、はその辺は、うん、でもね、それはもうまさに今言った通りで、うん、これ事実なんですよ。そうなんだよね。うん、だからその事実に対して、どうもありがとうっていう気持ちっていうのは本当なんです。それとね、なんだかんだ言いましてもですね、やっぱり音楽やっててグラミー的なとこ、グラミー賞って大変な歴史があるんですけど、それなんだよ。やっぱりいろんな各局やってるのは、あれはね、人がテレビを見て喜ぶバラエティ的なところで、それは必要なことだと思うんですよ、世の中には、うん、で、まあ、僕らはそういうところで あんまり顔出すの得意じゃないんで、まあ、出ていくことはないんですけど、まあ、これに関してはなんかやっぱアーティストとしてやってる間にこういうことに選ばれたっていうのは、これは一つのね、うん、状況に対しての僕らの出ていくの形であるんで、それはもう素直に今回はもう今までいろんな人も出てますしね、まあ、とにかくね、まあ、さっきもちらっと言いましたけど、去年はユーミン、うん、で2年前が X が新人賞を取ったりね、それでもう本当の形なんですよ、これは、うん、本当さっき言った人間関係とかもう一切ない、だから皆さんがレコード買った人がもうやれば、うん、もう、うん、審査員なんです、本当にみんなが愛した曲、ね、そうそう、本当に、うん、それの数字がドンッと正直に出てきますから、うん、去年はね、ユーミンが面白いこと言ったんですよ、なんで賞に立った時にね、うん、一番売れた曲がいい曲だと思います、うん、それもすごいね、すごい、でもね、すごいことです、シングルとして一番売れた曲がいい曲だっていうのはユーミンが言ったっていうのはなんか分かる気がする、シングルでシングルとアルバム取ったんだっけ、いやユーミンはアルバムじゃなかったかな、アルバムか、うん、あ、そうだそうだ、うん、どんか、そうだそうだ、そういうことをね、なんか
まあ、いろいろいろんな人が名台詞を残してるんですけど、なんかだから日本でもね、あの確固たる地位を築いていく賞がこの賞になるんじゃないかと思うんですよ。そうなんです。だからね、皆さんね、今聞いてそんな賞知らないよとかいう方いらっしゃると思いますけど、多分ね、あとね、僕もね 2,3 年かかると思います、この、ゴールドディスク大賞っていうのがね、日本の、グラミー賞になる。もうとにかく要するに、プロの、ね、歌い手が、ミュージシャンたちアーティストが要するにもうアメリカのグラミーみたいにちょっとおしゃれしてさ、会場客席に座って、でグランプリ取った人はスタンディングオベーションで迎えられるみたいなさ、で粋なコメントを発す、ね、あのプレゼンターはいて、そういうなんか素晴らしい賞的なやつがね、日本も早くやってほしいんですよ。あの日本流の文化としてね、ね、そうそう、だからそれをね、なんかこれが本当の賞になっていけばいいなという気はすごいしてますね。これだとね、どのアーティストも否定できないと思うんですよ、これ、否定することじゃないからね。だからといって、それを取る、それが取りたいために俺たちはやってるわけじゃないってことも認めてほしい、分かってほしいし、いや、僕はゴールドディスク大賞を来年も目指しますとかさ、そんなことはもう絶対言わないしさ、これはあくまでも俺たちのその、去年やってきた活動の結果だ、結果に対しては、どうもありがとうございました、それから買ってくれた皆さんに本当にありがとうねという気持ちをやっぱ込めなきゃいけないしね。それから僕はもうやっぱり、特にその聖スというものにバンとその注目を浴びたけど、俺はこの賞をもしノミネートしたいろいろと、なんかもし賞をもらう時になった時は、やっぱりこれは聖スだけの曲じゃなくてね、僕らチャゲアスが作ってきた、今まで歌ってきた曲に全てに対してそれは当てはまるもんだと僕は思うし、それをあのコンサートで聴いた人、それからアルバム持ってる人、チャゲアスのアルバム持ってる人みんなに対してやっぱりありがとうって言いたいしね、そういう気持ちでいっぱいだしね、いや素晴らしいですね。先ほど私は聞き手に回りますと言ったセリフはあれですね。いやもう素晴らしいですね。その中にいっぱい溜まってるんだよね。その通りですよ、本当に、ね、うん、だからね、ちょっとね、今日ねまとめにかかってしまいました。どうしたんでしょう、いろんなことで誤解されるとね。でもね、アスカって気にするのよ、こういうのものすごく ね。だからちゃんとしたね、いやお前がこのラジオ番組やってよかったなと思ってますよ。でもね、これで改めてまたゴールディスク大賞って知らなかった方が、そんな素晴らしいゴールディスクのあるんだって、ね、趣旨がちょっと分かんなくからね、そう、これもう本当にもうガラス張りだからね、そうそう、うん、だからこれね、7日の日の土曜日に7時半から8時44分まで NHK で放送があるんですよ、総合で、うん、そうですか、全部見れると思うんですけど、ですね、入ってればですよ、一応ノミネートされてますけどもね、あ、そうですね、出席は出席します、あ、じゃあどっちにしろ見ましょう、だからグラミー形式ですからね、客席に僕たちもいるわけです、で俺そういうのってさ、例のポップコーン以来ですからね、なんか妙にね、あ、なんかプラカードもするし、九州地区代表って大丈夫ですけどね、プラカードの姉さん先導するんですか、やってもらいたいですけどね。でもまあトコちゃんの場合は女優としてこの日本アカデミー大賞っていうのがまたありますよね、そういうのってさ、いや別にさ、こうやって顔が曇ったけどさ、ああいうのとどうなんですか、やっぱり目指しとかそういうのでもないでしょ、えそういうのって私でも賞は欲しいよ、うん、うん、賞は欲しい、うん、でもね、っていうかなぜかっていうと、まあお二方の場合は CD の売り上げとかあるけど、うん、女優さんの場合は例えば映画でいっぱい人が入ったからとかじゃないじゃない、うん、団体だから誰がっていうのはやっぱりその辺はね、認められる批評される部分でかなりその評価っていうのは上がると思うのね、うん、だから新聞表とかねすごく嬉しい、あ、なるほどね、うん、いろんな一般の人が、うん、よかったって書いてくれたりするのすごく嬉しい、それも名前が書いてある、ね、智子さんの、あ、もうすごい素晴らしい演技とか書いてあるんですね、62歳主婦とかね書いてあるんですね、すごい嬉しい、うん、他今日2通とかね、どう2通とかね、最近、竹谷さん最近多いんですよ、その辺で、あ、そうです、だってこの前ノルゾルだって、小学生のやつが、そうだよね、12歳の、ね、11歳の子が、私もテイクラの時に何個か乗ってね、うん、すごい嬉しかったよ、まあ、それをとにかくわざわざ言いたいがために、この時間ほんと普通だったらね、もう寝なきゃいけない、ね、で今日、まあ、この後またゆっくり話しますけど、じゃあですね、うん、そういうことで皆さんお別れいただけないでしょうか、うなずいてください、うん、大丈夫ですか、アスカ、まだ言い残したことありませんか、いやもうどうですか、もう素晴らしい、でも今の説明でとってもよくわかったな、僕もそう思うな、うん、やっぱりハテナマークつけてる子もいたと思うよね、だけどこれは質問することじゃないよ、うん、疑問に思うことじゃないと思う、うん、大丈夫だよ、うん、僕は信用してほしいね、うん、疑問に思うんだったら今の説明で OK です、うん、大丈夫だよね、うん、はい、それではですね、3月25日ですね、ベストアルバム出ますね、うん、これは入ってますよね、その中からのシングル活動、いいよね、これもワークチャギアンドさん、
はい、聞こえてまいりましたのはチャギアスでビクトリー、ビクトリーじゃない、トリートリーでしょ、お前言ってビクトリー、それそれそれなんです。なぜこの曲を流したかと言いましたね、はい、13日、はい、いよいよ、うん、アリーナツアーが始まるわけです。あー持ったー、渡辺アリーナ、はい、はい、それで、それで、直前バリバごめん、何が分かった、ごめん、アマチマリーナそれで、直前の心境をアスカさんに伺おう、はい、直前の心境ですか、まあ、あと1週間ちょっとですよ、うん、あの今回のコンサートはね、あのもう一つの制服ツアー、もう一つなんですよ、ですから、あの制服ツアーで本当にあの、ね、チャギもラジオでよく言ってくれたんだけど、あのご覧になられなかった方が随分いらっしゃったんで、うん、でかいところでやろうということで、ビッグツリーというタイトルに変わってますけど、まあ、制服ツアーのいいところを残しつつ新曲も混ぜながら、でも今ね、今あのリハーサルやってるんですけど、うん、結構自分たちでもワクワクするね、部分がありますね、あ、でこうお客さんの反応どうかなとか、ちょっとまた面白いこと考えつきましたんでね、で大ホールならではの演出もしたいと思ってます、任せて、ね、任せて、やっぱりね後ろの方なんかさ、もう俺のもうちょっとしか見えないね、ゴキブリの卵ぐらいしか見えないんだから、もう後ろのそこまで、その人たちにまでやっぱ感動を与えなきゃいけないでしょね、もう出てけお前、親でもない子でもない、感動や感動する、早い遅いんだ、お前みんな分かってた、 それで、まあ、あのチケット、まあ、今回手に入れた方だから、まだ取ってない方はもう無理なのかな、取ってない方はね、取れなかった、ということで今年最後、もうこれ最後ですからね、今年はそうですね、5月の、あ、鹿児島が2つね、あのあれだったんでね、いやいや鹿児島がね、いや申し訳ない、鹿児島がねちょっとダメだったんですよ、なんでダメだったの、ちょっと風邪ひいてね、まあ今日までは立ち直ってましたけどね、本当に声出なかったんだよ、もう全く声出なかった、なんで風邪ひいたの、それはまあ、ね、いろいろありますよ、不摂生、いや、まあ、いろいろあるんですけどね、不摂生違うでしょ、いろいろ不摂生違うでしょ、なんで、あ、飛鳥さん、ね、赤いですよ、顔が、いや、僕は身の潔白を証明しようとする、今僕は夜言い訳は甘いんですか、僕はこの目で嘘をつくもうあれを聞いてから私は男を信じられない、うまいなお前は、はい、それさ、リスナー代表だな、この前のハチのとこから言ってない、それ、ね、ずいぶんだって信じられないよ、あのこんなこと言えないよとかさ、そんなの出張ることじゃない、あ、そうか、じゃあもうちょっとラブソングのあれが疑問、そう、ラブソングの疑問はだから最初はコージーじゃないんですかえ、何ですか、あ、コージーですね、コージーですか、あれそういうことないですよ、まあ、あ、そうか、子供だと思っていた、ね、あれは自分のこと書いたんでしょ、ラブソングは、そうです、あの拳が振り上げて、そうです、もう内容もね、で、あの腐っちゃってるじゃなくて、なんだっけ、あの2人かけてる、そうだから、あの音楽状況の中で自分たちの音楽の立場とかね、うん、それと支えてくれる、うん、あの君には、君にはある、あそこいいよね、いいよね、うん、出てこないよね、うん、いやだね、俺はもう司会者か、俺は今度お前遠い街からいい曲じゃない、いいんだよね、ぜひね、ライブで、そうなんだ、俺マルチナックス終わったんだ、レコーディングよかった ね、あ、お疲れ様でした、早く聞きたいな、全部、素晴らしいアルバムが出来上がりましたからね、まあそういうのはまた来週ね、おいおいと、おい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 、じゃあ、まあ本当にあずかちゃんどうもありがとうございます、いや、あずかちゃん明日また元気な顔でお会いして、吉野さんから電話あったから、まして、あざぶりおるらしいね、あざぶりおるらしい、飲み行こうかね、今度ね、はい、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました、あずかちゃんでした、どうでしたか今日は、嬉しかったですね、アスカの生の声も聞けて、そうだね、これがあるからな、ラジオから離れられないんだよな、うん、そうだね、いつ来るか分かんないけど、本当にどうもありがとうね、ああ、どうもどうも、さて、この1週間の動きは、えお前は調べとった、私はマンハッタンの女たちの稽古と稽古、私の方はずっと、明日ゴールディスク会社やって、リハーサルかも、リハーサルやって、そうですね、また爪ですから、ね、うん、結構歌詞を覚えるんで、ね、あ、頑張ってね、頑張りますんでですね、うん、皆さんもですね、また急に東京関東地方は寒くなりましたけどもね、そうだね、風邪などひかぬようにね、うん、過ごしてください、はい、また1週間、はい、お会いしたいと思います、はい、よろしくお願いします、お相手はチャゲでした、ウソ様でした、あ